資金山古墳は大阪府茨城市に所在する前方公園墳。昭和22年に病院の施設を山急の頂上に作る工事の際に石室の一部が露出し、5月に京都大学と大阪府により発掘調査が行われた。古墳は山の尾根を利用した東向きの前方公園墳で全長約102メートル。 公園部計約76メートル、前方部端の幅約40メートル。公園部中央に、南北方向に、縦穴式石室が、長さ約9メートル、幅約4メートルの大きさに掘られた土工の底に、有字型に、粘土で床を築き、その周囲を、安山岩と変岩の扁平な割り石で囲んで室を作り、上部に、加工岩の天井石が7枚据せられていた。 石室内部から装飾品としての玉類や刀剣、鉄属、鉄製の鎌、不刀、槍ガンナ、ノミ、さらに車輪石、クワガ大使、筒型動機、海製のクワガ大使2個など、多種多様なものが出土している。平成4年大阪府教育委員会による二次調査では、紛糾の測量トレーダー探査が行われ、平成15年の第四次調査、平成16年の 第五次調査では六時にわたってトレンチ調査が実施され、これにより、噴球町は約百十メートルであることが確認された。各斜面の付き石は、ホルンフェルス、砂岩、河口岩類で、付近のカツオテラ川と茨城川の川床歴から採取されたと考えられる。多量の円筒埴輪が出土し、ヒレ付け円筒埴輪には、浴場のものがあり、松竹山古墳出土のものと、 類似している。服装品の鏡には、館内からは、環境の方角菊子人郷と棺の外から、三角園真珠郷、防生三角園真珠郷、防生郷の三種類が揃う。筒型銅器は最も古い形式。会話三点は他に見ないもの。玉には九玉、夏目玉、真、ま、玉があり、夏目玉、真、ま、玉に使用されたカワセミは、 新潟県糸東川産の可能性が高い。武器類も豊富で、せっかく内外から73点の刀剣、せっかく内から165点の鉄属が出土。同族はない。片萩高川と時炭鉱と小手の武具が注目される。副葬品は現在、地下津アスカ博物館と京都大学、総合博物館で保存。 展示されている。茨城市教育委員会、我が町茨城古墳編全国書誌番号、9千四4七7602、京都大学大学院文学、研究加工古学研究室、資金参古墳の研究全国書誌番号、2129万6018。ありがとうございます。